でバランスとしては、まあ、皆さんこれはお分かりになると思うんですけど、根元よりも毛先の塗布量の方が、根元より毛先の方がトーンは明るくなってないと、やっぱり こんにちは、札幌占い美容室葉山菓子の後藤です。今日も、営業後に、モデルさんの方をやらせていただこうかなと思うんですが、今回まず、カラーですね。カラーの方がもうちょっと明るくしたいというモデルさんの希望ですので、多分ね、今染まってるのがライトナーで、多分ライトナーマックスぐらいで染まってると思うんですよ。で、多分希望が若干パウダー混ぜていく必要があるのかなっていう感じなので、まあ、その辺も後で、ちょっと、薬の配合などもご紹介していけたらなと思っております。まずこの状態でですね、今日ちょっとお時間がちょっとあまり取れないもので、大体1時間半ぐらいでカラーと、あと最後カットはちょっと揃えるぐらいとかしていきたいなとか思っているんですが、これでやっていきたいと思います。で、今日希望のカラー自体は見えますかね、これ、この綺麗なモデルさん、人の作品で申し訳ないですか、ちょっと分かんないですね。このくらいのですね、明るさなんで、大体今モデルさんが中の方9トンで表面の方が10トンぐらいなんですね。で、これを12トン、13トンぐらいの、ベースに若干色味を入れていこうかなと思ってはいます。なんで、まあ、ワンプロセスでは終わんない工程なんで、2プロセスのカラーになるかと思います。なんで、あ、そう、2回染めます。1回じゃできない。で、2プロセス染めでいきます。はい、ではやっていきます。はい、ですね、ブリーチ台の方、今シャンプー台でつけたんですけど、なぜそうしたかっていうのは、ウェットトクの方が、まあ、摩擦も少ないですし、まあ、優しく染まれるということで、1回シャンプー台で濡らせもそのままつけてしまいました。ただその時気をつけないとダメなのは根元ですよね。こう根元につけてしまうと根元だけ発色してしまう可能性があるんで、根元3センチから5センチはつけないでおいてください。で、今回の使ったのは、前回のね、ちょっと前の動画でも見ていただくとあるんですけど、パウダー位置に対して、オキシが10倍ですね、そういう配合にしてます。なので、パウダー大体今日どのくらい使ってるかな、まあいいや、10倍で皆さん頑張って作ってください。はい、オキシ 6% 10倍しただけです。で、それで、毛先の方が今ちょっとずつ上がってきてるんで、多分これでいけるかなと思います。まあ、ライトナーよりちょっと強いぐらいのパワーだと思ってくれればいいです。はい、で、実際に今もうつけてるんで、こう塗っていくんですけれども、はい、見えるでしょうか。まあ、塗り方は別にね、そんな見ることでもないと思うんですが、で、僕結構手で塗っちゃうんですね。で、根元からグラデーションで、コーム使ってる時間がちょっともったいないというか、どんどん発色してってるんで、ちょっとモデルさんの髪の状態がちょっと引っかかるですよね。なのでちょっと溶かしてる時間がもったいないなっていうので、ちょっと手で塗っていきます。はい、バイアスに取っていきながら手で毛先の方に、ブリーチ剤が多くなるようにして、根元5センチを開けていきます。このような感じ、ちょっと泡が立つような感じですかね。これで浸透しっかりしてるんで、泡立つぐらいやらないと浸透しないんですね。こういう風に白くならないと、そうするとスピードが速くなるんで、このような感じで根元5センチ開けた状態で、このように毛先をこう円をね、優しく描くようにして塗っていくと、ダメージも防げますし、溶かすとやっぱりね、結構髪の毛傷みますから、優しくこういう風に揉み込んでいくような感じがいいと思います。毛先も結構上がってきてるんで、もうそろそろ急いでやっていかないとダメかなっていう感じですね。まあ、もしこれ動画見てる方で美容師さんじゃない方、もしブリーチされる方は、あんまりハケで塗るっていう感覚よりも手で塗っていくような方が絶対綺麗に染めれると思うんで、
こういうふうに泡がねしっかり立つような感じに染めていってくれればいいかと思います。ただブリーチの粘度によって、まあ、こうならない場合もあるんで、これはちょっとかなり薄めてブリーチ作ってるんで、まあ、こういうふうになりますけれども、でバランスとしては、まあ、皆さんこれはお分かりになると思うんですけど、根元よりも毛先の塗布量の方が、根元より毛先の方がトーン明るくなってないとやっぱりバランス悪いと思うので、まず根元より明るくするっていうことですね。これね、今ブリーチ剤はだいたい 20g しか使ってないんですよね。でパウダー22オキシ10倍なんで、ほぼオキシっていうような感じになります。で、パウダー結構、オキシ2倍とかだと、まあパワー強くて明るくなるんですけど、結構塗りづらかったりとかしてムラになりやすいんで、これぐらい柔らかい方が、結構グラデーションカラーとかのベース作るとき、ゆっくりこうやってブリーチしていくのもいいんじゃないかななんて思います。まあ柔らかいんで、ダメージの本当はあんまり出ないですね。そこまではぜひちょっとサロンですぐ使えるんで、やってください。で結構染まりづらそうな人は10倍だとちょっと無理かなと思うんで、あと割合をちょっとその辺は変えてってみてください。もう毛先の方がもう結構明るくなってきてるんで、あとちょっと前髪のところがちょっと若干暗い感じがするんで、ちょっとそこはちょっとハケでねやっていきながら、ちょっと全体のバランスを整えていきます。結構明るくなってきてますね。で、毛先がもう、かなり赤くなってきたら、今度は、まあ、ここで初めてね軽くちょっとコーミングをしていくような感じで、根元からハケでちょっとこう寝かす感じなんですよ。こう立てると根元ついちゃうんで、寝かす感じでやっていきます。で、ハケを立てないで寝かす感じでこうつけていくことによってグラデーションが作れるんで、ちょっとここで初めてコーミングを軽く優しく入れていきます。まあ、そうするとグラデーションで綺麗に染まって、くれるんで、相当溶かしていきますね。で若干この今思ったんですけど、中が暗いんで、そこにもう一回塗布していきましょう。ここなんか暗い感じがするんで、ちょっとカラーが残ってるのか分かんないんですけど、ここはちょっと足します。中ちょっと明るくなるようにちょっと塗布量を多くしますね。塗布量が多ければ多いほど発色が早いんで、そこは比例しますんで、でハケは寝かしていかないと、頭皮の方つきやすいんで、ハケはなるべく寝かす感じです。根元やるときは、はい、ここはこういう風に寝かす感じでつけていきます。なんでコーミングっていうのはこの1回だけになりますね。基本的には表面はハケをしっかり寝かせながら、はい、このように塗っていきますね。あと顔周りですね、こちらの方も、結構顔周りの産毛って染まりやすいんで、僕はあんまりここら辺塗らないようにするんですけど、多分この素の状態でも色ってすごく多分顔周り入るんで、あえてそこをブリーチしなくてもいいのかなっていう感じがするんで、あんまり塗りません。で、あと前髪が若干なんか暗いんで、ちょっとこういう部分的に見ながら塗っていきます。はい、眉毛カラーなんですけれども、ちょっとモデルさんすごい、雰囲気がある顔立ちされてるんで、眉毛染めるともっとかっこよくなるんじゃないかなっていうふうに提案しました。それでもう結構メイクしない状態でもかなり雰囲気がもうあるんで、眉毛やったらもっとかっこよくなるんじゃないかなということで、10トーンのですね、カラー剤の方で、やろうかなと思ってるんですけど、ただこの眉毛のカラーに関しては完全に自己責任でお願いします。僕は斡旋してるわけじゃなくて、もし事故が起きてもそれは責任取れませんので、そういうことにお願いします。一応やり方っていうことで参考になるか分かりませんが、ちょっとやってみたいと思います。まず眉毛なんですが、そのままつけるパターンと、あとちょっと湿らすパターンがあるんですけど、そのままだとやっぱ空気がちょっとついてるんで弾きやすいんですよね。で僕はやり方なんですけど、ちょっとコットンで一度眉毛を濡らします。眉毛を一度少し濡らすんですね。で
少し湿らしてあげてからやった方が、浸透がいいです。で、カラー剤目に入っちゃうと本当危ないので、そこだけは本当に注意してください。今やり方としては、コットンをまず2つに折りますね。コットンを2つに折ります。で、折ったこの角ありますよね、ここに薬をきれいに均等につけていきます。で、このこのラインを横に行くんですね。そうすると眉毛が塗れます。ハケで塗る方もいらっしゃるんですけど、コットンかなり使えるんで、コットンをやりますね。半分に折って、で、こっちの丸い方のところにカラー剤をちょっとつけます。この時はきれいにつけないと、きれいにカラー剤をつけますね。で、きれいにつけたら、そのまま眉毛をにつけて横に流します。ちょっとつけます。はい、で、本当目に入らないように気をつけてください。眉毛はまあこういう感じで、で、理想はその薬がもう眉毛を隠してるぐらい、眉毛があまり見えてる状態だと、要は表面が染まらないので、結構溜めていく必要があるんですけど、途中で染みるようだったらすぐやめてください。眉毛は本当危ないので、染みるようでしたらすぐ取って、しっかり洗っていただくっていうのがもうベストですね。なんとね、5分しかないので5分で綺麗に整えます。の逆ば切りはすごく簡単で、このまま綺麗にボケてくれるんですよね。で、内巻きに入れて R2 でこのままちょきちょき、今日も撮影の方が、無事終わりました。今日はちょっと時間がなくてカット5分でやったんですけど、普段はもっとゆっくりやります。ですので5分カットなんでちょっと申し訳ないんですけど、はい、でも早くでもね、無駄を省けば消えるってことなので、なるべく無駄の部分を省いて、より必要なところをカットの時間をかけていただければいいかなと思います。で、色の方はここから抜けて、もっとベージュっぽい色に抜けていきますので、こんな感じで、では今日はありがとうございました。バイバイ。じゃあねー。